皆さんこんにちは。 B レジェンド管理栄養士のぬのめです。北斗の拳、すでにですね、明日への種もみ風味というフレーバーがあるんですけれども、ケンシロウがパッケージになったかっこいい、プロテインだったんですけれども、今回新たにじゃん、ラオのパッケージのプロテインが仲間入りします。こちらのフレーバー名はですね、我が生涯に一片の悔いなし風味になります。どんな味かって言いますと、エナジーグレープフルーツ風味になります。ラオというのは、北斗の拳の中でも、ケンシロウにね、最後、あなたが最大の友だった、強敵だったと書いて、強敵と書いて、友と北斗の拳は読ませますが、そう言わせるぐらいの、悪役というか、ケンシロウの敵でありながら、すごくかっこいい人物として、描かれているんですけれども、ケンシロウは世紀末の乱世を、愛で、救おうとしましたけれども、ラオウは恐怖と暴力によってこの乱世をね、収めようとした、そういう人物なんですが、ラオウってすごくやっぱり力強い、自分が強くなるために、いろんなものを捨てて、愛を捨てたりですとかっていう風にして、何が何でもその力を、自分が強くなりたいというところにすごく固執して、最終的にはね、やっぱり愛も捨てずに、無双転生も得得することができ、戦ったんですけれども、そんな、かっこいいラオウがですね、 B レジェンドプロテインとして、発売になりますので、やっぱりですね、その味の方が力強い、ラオウのね、ゴーの剣と言われる、剣なので、力強さを出すためにエナジードリンク、そして、さっぱりとした飲みやすい柑橘系の、グレープフルーツを混ぜて、エナジーグレープフルーツ風味に、仕上げました。で、パッケージの方なんですけれども、前回のケンシロウもすごくかっこよかったんですが、こちらのラオウもものすごくかっこよくできています。プレ場面のところにはですね、ラオウの最後ですね、この右手を突き上げての、我が生涯に一片の悔いなしの、セリフを言ったポーズが、風味面にも書かれています。そして裏面の方にもですね、ラオウといったら国王号に乗っているんですけれども、国王号に乗った、ラオウですとか、戦わねばその震えは止まらぬという、この迫力ある、顔で迫っているイラストも載っています。で、さらにですね、今回は、ラオウのシェイカーも発売されます。ケンシロウのね、シェイカーも、今売っているんですけれども、そこにラオウのシェイカーも加わります。ぜひですね、その日の気分によって使い分けもしていただけるんじゃないかと思います。では、成分の方、になります。普通のね、プロテインと、ほぼ同じ、変わらない内容になっているんですけれども、1食 30g あたり、エネルギーが 117.3kcal、 タンパク質が 20.3g、脂質が 1.6g、炭水化物が 5.6g、 食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 56.4mg、ビタミン B6 が 1.7mg になります。価格の方は、3200円になります。で、シェーカーの方はですね、550円になります。発売日が5月27日水曜日の、12時から、発売となります。もう私、本当に北斗の拳が一番好きな、漫画なんですけれども、よくアニメで、小さい頃から見ていて、特にですね、一番好きなシーンが、ラオウとトキが戦うシーンですね。今まで結構ラオウって悪役的な感じで、非道な行いばっかり、のシーンが多かったんですけれども、ラオウが初めて、トキとね、戦った時に泣いているシーンですとか、幼い頃の回想シーンですとか、すごい弟思いな兄の一面であったりとか、ちょっとそういったところが垣間見れて、すごい悪役的な感じに見えるんですけれども、ものすごく男気がある、かっこいい登場人物の、ラオとなっております。ぜひですね、トレーニーの方も、運動される方もですね、このプロテインを飲んで、その力強さを、
トレーニングの場ですとか、運動の場で発揮していただけるようなことを期待してですね、こちら作っておりますので、ぜひ、飲んでいただければと思います。それでは、こちらの、ラオウのですね、我が生涯に一片の悔いなし風味、飲んでみたいと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次回はレビュー動画で、またお会いしましょう。それではさようなら。